1番手のバトラーを紹介します。1番目の発表者は、現代政策学部の橋田裕樹さんです。前の方へお願いします。こちらがスタートの掛け声をかけて開始となります。橋田さん、準備はよろしいですか？大丈夫です。それではお願いします。スタート。こんにちは。現代政策学部宮田ゼミ所属3年の橋田裕樹です。よろしくお願いします。皆さんは近年日本の政治であったり、選挙の変化を感じていますか？例えば、YouTuber が国会議員になってしまったりだとか、ガーシーとかですね。あとは選挙がエンタメ化しつつありますよね。ここで皆さん、多分察しがいいと思いますので、一、二、三限と勉強頑張ってきたのに、この人トップバッターで政治について語るんだろうなと考えてしまうかもしれません。ですが、安心してください。私も深く政治について理解していませんでしたが、私は今回紹介する本は、皆さんが選挙について関心を持てる内容になっていて、かつ夢中に読むことができます。前置きが長くなってしまいました。私が今回紹介する本は、28歳フリーターが総理大臣と総選挙で戦ってみたです。次に本の内容についてご紹介します。この本の主人公は28歳の政治系 YouTuber なんです。そしてこの本は政治と YouTuber という現代的事象を絡めて描かれている作品なんです。なので今の日本の社会とこの本は密接的に関係しています。なので、ここで登場する総理大臣が、あれ、あの人じゃないかなって思ってしまうこともありますが、あります。なので、とても興味を持って読むことができます。で、この政治系 YouTuber なんですけど、3人組で活動しています。3人ともそれぞれ不遇の境遇を持っていることから、非常に仲間意識であったり、そして団結力が非常に高いんです。そして、また、不遇な境遇を持っていることから、3人はそれぞれ何者かになりたい、思って活動しているんです。で、YouTube が軌道に乗り始め、さらなる、そうですね、登録者を目指そうとした際に、有力議員の秘書とコンタクトを取ろうと考えています。そして、なぜか秘書とコンタクトが取れてしまうんです。そして、ここから物語が急激に、進んでいきます。なぜ秘書とコンタクトを取れたのかということに関しては、ネタバレになってしまいますので、ここでは発言できないんですけど、ヒントを与えしますと、この政治系 YouTuber のリーダーが不遇な境遇に引き寄せたと言っておきます。で、最終的に皆さんはこのタイトルを回収して終わるだろうと考えていると思います。ですが違うんです。この本は300ページで構成されているんですけれども、100ページでこの結果が分かってしまうんです。なので、残りの200ページがもっと面白いんです。で、200ページの内容については、それで人間の泥臭さであったりとか、胸クソが悪くなってしまうシーンであったりとか、涙が流れてしまうシーンなど、様々なシーンがあって、とても感情を変化させてくる本です。ここで本の内容についてはご紹介を終わりたいと思います。残りの200ページについては、皆さんが手に取って読んでみてください。では、次にこの本の魅力についてご紹介します。この本の魅力は何と言っても、政治家の演説指導を行っている著者の名言が非常に多くあるという点です。ここでは私が一番心に響いた名言をご紹介します。ご紹介します。私が一番心に響いたのは、人並みに外れたものはなくていい。その代わりに、いかなる時においても自分を律する人間になろうとというものです。多くの名言が書いてありますので、自分の好きな名言があったら、心に潜ませておくとかしといてください。では、最後に、なぜこの本を選んだのかについてご紹介します。私が一番皆さんに、なぜ本を選んだのかって言いますと、皆さんに政治についてより興味を持っていただきたいと思ったからです。私は、比較的政治について興味を持っていて、18歳から政治に、選挙に行っていました。皆さんは選挙に行かないとどのような損失を被るか知っていますか？多分皆さんは高齢者の政策が進んでしまうだったりとか、若者の政策が行われないと思うかもしれません。はい、正しいです。で、
金銭的に考えてみると、若者の20代から40代の投票率が 1% 下がってしまうと、年に13万5千円の損失を被ってしまうという結果が出ています。13万5千円ですよ。毎年新作の iPhone が買えてしまうんです。興味を持ちましたか？まあ、この本を読んでですね、面白かったなって終わるだけではなくて、選挙についてより関心を持っていただきたいなと思って選びさせていただきました。ご視聴ありがとう、聞いていただきありがとうございました。終了です。続いて2分間のディスカッションタイムです。では、会場で質問したい方は手を挙げてください。ではですね、僕の方から質問させていただきます。はい、この本を読んで、なんか、いろいろ政治に関して深まったと思うんですけど、まあ、その中でも YouTuber と政治みたいな、なんかエンタメ化してるっていうのがあったんですけど、もう少し詳しく、なんか自分の考えとか聞かせてもらっていいですかね。あ、エンタメ化しつつあるという点については、一番私が興味を持っていたのが、その千葉県知事の選挙 その全部千葉県をディズニーランド化させるっていった内容を発していた人間なんですけど、まあ、若者についての興味を引くっていうのはいいと思うんですけど、やっぱエンタメ化するのは良くないなと私は個人的に思ってて、ちょっと取り上げました。以上です。ありがとうございます。はい、質問のある方は手を挙げてください。お願いします。YouTuber って言われてたんですけど、普段どんな YouTube を見られますか？私が一番よく見るのは、非日常的なのがとても好きなんで、なんか破壊系の YouTube だったりとかよく見てます。以上です。ありがとうございます。では、ディスカッションタイムを終了します。岸田さん、ありがとうございました。次の方へお戻りください。